はい。遠野絵です。それでは今日は、雨の御親神武士道を語るという霊言が開示されましたので、そのご紹介です。これは2022年の2月17日に収録された音声霊言であります。2月17日といえば、映画愛国女子の風切り前日ですね。 まあその時に愛国女子の中に流れる武士道のこう延言たる雨の御親神が武士道について語られたというものであります。で、音声霊言ではありますけれども、最初に大川総裁から正式な奨励があります。ですから、雨の御親神、雨の御親神、あなたの考えておられる武士道について、その中身についてどうぞお教えくださいと。 迷える日本の民のために、あるいは世界の人々のために、あなたが考えられた武士道、あなたが伝えられた武士道、そして今あなたが考えておられる武士道について、その中身をお教えくださいと。まあ、こういう正式な奨励があってですね。そして、雨の妙親神であると。まあいうふうに出てこられてお話が始まるものであります。この言霊をどうぞ、 味わっていただきたいというふうに思います。特に最初の部分はですね、この本当に霊言説法と言ってもいいような形で、もう全部が詩編になるような言霊がと、流れてまいります。ただまあ途中から、えー、総裁補佐がですね、まあこのような人のある、ある意味常識的なものを代弁しながら質問を投げかけていかれますので、途中からは、 この対話編みたいになっていきます。まあ、ソクラテスの対話編みたいな感じもちょっといたしましたが。まあ、そういうものにだんだんと変化していきながらですね。ですから、かえって雨の御おやがの、その、正言な感じの言霊も聞けますし、かなり少しカジュアルな感じでいろいろとこう語っていかれるという雰囲気も味わえれるので、今までになかった面を見ることも可能であります。 で、お話は最初、武士道の根本についてお話しされるわけですが、これ私は聞いてて、まあ今日は私の感想も交えながらですね、まあ直接聞く人を増やすための聞きどころを話していこうと思うわけですが、感じましたのは、これ単なるスポーツとかですね、あるいは格闘技として生まれたというよりは、地上の人々を正しく導くために、 作られれたものここががだとということが分かりましたつまりまあ地上に生まれた人々というのは数十年の人生を生きるうちにだんだんとこのような肉体的な発想を中心にするので煩悩が生まれて迷っていってそして天国に帰れない人々が出てくるそれをどうやって防ぐかというところから考え出されたのが雨の御親神の武士道であるとこの辺に 根本があるですからまあ私の言葉ですけど霊的人生観を正しく人々に伝えていく実践していくために編み出されたものが仏道ではないかとその辺に遠言があるんだなというようなことが学ぶことができたわけですねまあそういうもので ですから、あの世の方に本当の自分の根本があって、その自分が地上に生まれて魂修行しているということを忘れないためのものでもあるし、あるいは、その、あの世に自分のこの中心があって、霊的な立場からこの世に生きているということで、初めて本物の勇気が出てきたり、本物の弾力が出てきたりするというものを感じるわけですね。この世しかないと思ったら、 その横島なるものと戦おうと思っても自分の命が惜しくてどうしても勇気が出ないということになりがちですけれども霊的な人生観をしっかり持っているので初めて横島なるものと戦う勇気が出てくる言うべきことを言うという勇気も出てくるこういう価値観ですよねそういったものをルールを教えていただいたように思いますでお話は当然剣の道 に関するお話に入っていきまして、まあ、愛国女子の中でも、雨の御親神の剣というものを垣間見ることができるわけですけれども、結局、この剣というものも、単に、この人切りの道具とするものではなくて、これは神の光を帯びた神剣にならなければならないと。神剣、神の剣ですよね。ですから、塚原牧伝が、鹿島神宮のこの光を得て、 神の剣として、この剣豪になったように、剣聖になったように、最後はこの信仰心と一体となってですね、そういう剣の道に入らなければいけないのだということですね。だからまあ、単にお金をもらって、この用心棒をして人斬りをするようなですね、まあ人斬り像という人もいましたけど、そういうものが雨の妙い神の武士像ではないのだと。この、真剣でもってですね、横島なるものを切る。 こういう件でなければならない。それからあと、相撲に関してもかなり詳しい話がありますから、どうぞお楽しみにしてください。相撲の中に実は武士道がしっかりと流れているという話ですね。でなぜ力士たちがあれだけの、この、土俵の上で、この締め縄の元でですね、あのように鍛錬をして、そして、え、相撲をするのか、その意義、そういったものが十二分に、 語られてまいります。それからさらに聞きどころは歴史上の偉人で武士道を体現した人たちの話がかなり詳しく出てまいります。まずは二宮尊徳ですね。まあその前に、あの、総裁補佐から、あの、雨の御親神の雰囲気を、に繋がっているような神社が二つあるという話が出てまいります。で一つが、 小田原にある二宮尊徳神社ですね。宝徳二宮神社。これが一つと、もう一つは原宿にある東郷神社ですねで。こちらは、あの、愛国女子の舞台になっているところですね。山と信玄の山と一神館ですか。これがあったのはあの辺ですから。まあ、この二つは雨の三世神につながっている雰囲気があるという話から出て、そしてまあ、あ二宮尊徳の話が出てくるわけですね。 彼がなぜ武士道を体現していたのかという話がルル聞けるわけです。次に出てくるのがあ東郷平八郎ですね。東郷平八郎の武士道、どこにその武士道の神髄があったのか。このバルチック艦隊を打ち破ったところに武士道の力があったわけですね。でまあ、そのバルチック艦隊でその日露の戦争を破った話をすればですね、 この左翼的な戦後日本の常識からすれば、その戦争は悪だから、そんな戦争を来賛してはいけないというような考えが出るかもしれないんですけれども、雨の宮い紙から、じゃあもし、あの時、この東郷平八郎が戦わずに、バルチック艦隊がウラジオストックに入ってしまった後、日本はどういうことになったのかということがですね、目に見えるように語られていきます。そこで武士道がなかったら日本は、 どんな風な悲惨なことになったのかということもですね、ぜひ学んでいただきたいと思います。それから次に出てくるのは、野木マレスケですね。この辺非常に分厚く語られますから、本当に今回の一つの聞き物なんですね。野木マレスケがどうして、その神社が立つような、そういう武士道を体現した偉人になったのかですね。で 203高地の戦いでは、野木将軍は非常に苦労して、息子も二人亡くされているわけですよね。で、その戦い方がうまくなかったという、こういう意見もあるんですけれども、ただこの精神において武士道を体現している立派なものがあったと。え野木将軍は、あの、何万人もの兵士を203高地で失ったんですけど、まあ、後ろから大砲を撃つ、撃ったらまあ、最後、 あの、勝ったわけですけど、それ、後ろが逮捕打つと、突撃している味方も、殺してしまう可能性があるから、忍びなくて撃てなかったということですね。まあ、そういうふうな経緯が語られていきます。で、息子も二人ここで失っていても、なおかつ、市場に流されずに戦い抜いた野木さんですね。だから、まあ、あ小島玄太郎はですね、 平方化として非常に天才性があったんですけれども、むしろ武士道を体現したより高潔な人格であったのは野ぎマレスであったと。まあこういうふうな話も出てくると思ってください。まあそういうことで偉人に、ね、関する話がルール出てきて、最後、やはり信仰心について語られていくわけですね。ここがまあ最も大事なことであると思います。ですから今コロナの中で、 進行免疫とか進行ワクチンという言葉が出てるけれども、ここで誤解してはならない点ということが語られてきますので、進行がですね、我々が進行があるつもりでいて、実はご利益進行の方にこう、逸れていきがちなところを正していかれていきます。正し、正されていきます。それからあと、最近の霊言等で、 その世界人口が減るかもしれないという話が出ております。80億人が40億人にまで減るかもしれないと言われている中で、しかし、単に40億に減るから自分が生き延びたいということで、救急とするものが本当の信仰心ではなくてですね、この40億に減るという、こういうふうな時代にしないために、真実のこの教えを広めていき、そして、 横島なるものを真実の剣で切っていくと。要するに伝道とゴーマのことだと思いましたけれども、これが大事だということの信仰のですね、あり方についても語られていくということであります。でということで、えー、今映画愛国女子の中で、えー、武士道というものがですね、えー、もう一回、えー、クローズアップされてますけれども、その遠慮たる雨の宮柄神が武士道に語られたと。 武士道について語られたということであります。どうぞ、この言霊だけはこれ直接聞かないと決してわからないものでありますので、えー、この今最も日本とって大切な精神である武士道、これをどうぞ、雨の御親神の言霊であなた自身が体験してみてください。今日は以上です。ありがとうございました。